ハイトロイドはリンクスの闇。どうも皆さん、一流ビュルリンクスラジオパーソナリティのリュウです。さあ本日なんですが、トークテーマこちら、妙指示カードまとめ。皆さん、妙指示カードっていう言葉はご存知でしょうか。あのデュエルリンクスしかやってない方は分かんないかもしれませんが、あの OCG 化していないカードでデュエルリンクスで使えるカードっていうのが実は存在してるんですよ。まあ、要するにリンクス民しか使えないカードっていうことですね。だから今日はね、視聴者さんからのリクエスト企画なんですけども、あの未 OCG カードをちょっとまとめてきたんで、こちらちょっとご紹介していきつつ、で最後にですね、あの僕らにしか使えない未 OCG カード最強ランキングトップ3、あの発表していきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。で僕が調べた限りなんで、ちょっと抜けてる情報があるかもしれません。そのと申し訳ございません。と、ということと、あとなんかね、弱めのカードが多いんですよ個人的には。なので、まあ、それ期待しないでね、見ていただければなというふうに思ってます。早速いきましょう。まずは満場目使用カード、お邪魔んだら。これはそこそこ強いんですよね。通常魔法1000ライフを払って、自分の墓地のお邪魔グリーン、イエロー、ブラックをそれぞれ1体ずつ、選択して特殊召喚すると、1000ライフを払うっていう効果もめっちゃ強いじゃないですか。デュエルリンクスにスキルがあるん でさらに1枚で3枚蘇生できるんで、さすがに強い。そして魔法カードという点、これね、なんかね、ミソさんが好きそうだと思ってます。雑に3体展開は強い。さあ続きまして、優勢の主要カード、マッハシンクロン。効果モンスターチューナー星1活属性、機械族、00と。このカードがシンクロ召喚の素材として墓地を加えられたターンのエンドフェイズ時、シンクロ召喚の素材とした他のモンスター1体を自分の墓地から、選択して選択したモンスターを手札に加えると。だからヒチューナーとかを回収できたりね、する感じですかね、使い方的には。まあ、書いてることはかなり強いのと、あと優勢とジャック そのラストデュエル、5 days の要は最終話付近で、使用された非常に熱いカードとなっております。回収はかなり強いんですけども、自分で展開できない中なんで、ジャックそこがね、気になるとこかなと思いますが、まあ、一応使い道はまあありそうな気がしますし、レベル1で使いやすいっていうのもあるんでね、まあ悪くはないモンスターではあるかなと思います。展開手段があったらめっちゃぶっ壊れてた。さあ続きまして、シンクロスピリッツ。通常罠、自分の墓地のシンクロモンスター1体をゲームから除外すると、シンクロ召喚に、使用したシンクロ素材モンスター1組を、墓地から特殊召喚できると。ゆうせいくんがね、これ作中ではね、ジャンクシンクロン とスピードウォーリアーを特殊召喚するために使われていたらしいんですけども、私は全く覚えておりませんそれジャンクシンクロンは可愛い。さあ続きまして、採用使用カード、スートオブソード10。これはぶち壊れております。通常魔法コイントスを1回行って以下の効果を適用する。表が出れば相手フィールド上のモンスターを全て破壊する。強すぎ、サンダーボルトやんけ。で、裏、自分のフィールド上のモンスターを全て破壊する。まあこれはサンダークラッシュみたいな感じなんですけども、これね、ランキングに入れたかったんですけども、これなんで入ってないかっていうと、これね、 CPU しか使えないんですよ。要するに僕らが使えないカードなんですよね。CPU しか使えないカードっていうのが、まあ、リンクスにありまして、採用はこいつ使ってくるんですよね。これ多分リンクスに実装されることは多分ないです。なんでかっていうと、リンクスには絶対運命力っていうね、スキルで絶対表が出るっていうスキルがあるんですよ。もう超チートスキルなんですけども、そのスキル使うとサンダーボルト打てるんで、あまりにも強いでしょ。だからこれは多分来ないですね。まあ、OCG ではね、今サンダーボルト使えるっていうね、もう意味わかんない環境になってますけども、まあさすがにリンクスには来ないかなみたいな感じですね。さあこれ残り3枚は一気に紹介しちゃうんですけども、作用の、使用カード、ザ・マテリアルロード、ザ・スピリチュアルロード、ザ・ヘブンズロードっていう、まずマテリアルロードなんですけども、自分の墓地にレベル4以下のアルカナフォースがいると発動できるトラップカードで、手札からレベル5、6のアルカナフォースを墓地を送ると、デッキからスピリチュアルロードを1枚お手札に加わるよと。で、スピリチュアルロードはじゃあ何するかっていうと、墓地にレベル5、6のアルカナフォースランチのモンスターが存在していれば、手札からレベル7以上のアルカナフォースランチのモンスター1体墓地を送って、デッキからヘブンズロードを1枚お手札に加えるよと。で、ヘブンズロードは何するかっていうと、自分の墓地にレベル7以上のアルカナフォースの、ナルチのモンスターが存在する場合には、自分のフィールド上から、この、要は、3枚のトラップカード、マテリアル、スピリチュアル、ヘブンズを墓地送って、手札、デッキ墓地からアルカナフォースエクストラザ・ライトルーラーを、特殊召喚できるよと。召喚条件無視してね。ロマンカードすぎるんだよね。この3枚ね。そんなことしなくてもザ・ライトルーラーは出るので。
簡単に結構リンクスはね、まあ20枚しかないからデッキ引けますから結構ね。なので、ね、こんなことしなくても出るんで、まあ、使ってる人は見たことないんですけど、まあロマンカードとしてね、採用の、キャラクターデッキを作ってる方はぜひね、積んでいただきたい、そんなカードになっております。さあお次はルドガーの使用カード、しばらりし、神への祭壇、永続マナー、自分のスタンバイフェーズごとに、フィールド上に表側守備表示で存在するモンスター1体につき、このカードに自爆心カウンターを1つ置くと、で自爆心カウンターが4つ以上持っているカードが、このカードが墓地を加えると、自分のデッキから、自爆心と名付いたモンスターを特殊ができるよと。ね、あまりにも遅いですね。あまりにも使ってる人見たことないんだよな、このカードな。自爆心ウルの特殊召喚に使用したカードでございましてね。まあちょっと遅いですね。自爆心はなんか結構特殊召喚する方法意外とあるので、そんなことしなくてもいいかなみたいな感じですね。さあお次はイエガー、使用カード、ビストレインカード。通常魔法、自分の魔法トラップカードゾーンにセットされたカードが2枚以上存在する場合、そのうち1枚を選択して発動できるよ。このターン選択したカードは発動できないし、相手が魔法トラップゾーンにセットされたカードは、発動するために相手ライフに800ポイントダメージを与えると。イエガー VS クロー戦でね、使用されたカードになっているんですが、まあ、セットを抑えるんだったら、まあ玉光とかナイトショットでいいと思うし、まあ、バーンしたいんだったらバーンカード使うって話なんで、まあ、すごく中途半端なカードですよね。あまりにも癖が強いカード、癖がすごいんじゃん。さあ続きましてルカちゃんの使用カード、アーマードホワイトベア、これそこそこ強いんですよね。効果モンスター星4、水属性、獣属、攻守1800-1400と、このカードが破壊され墓地へ送られた時に発動できるよ。自分のデッキ墓地からレベル4以下の獣属、光属性、モンスター一体を選んで特殊召喚できるよと書いてることは結構強いです。これ効果破壊にも対応してるんで、しかもどっから破壊されてもいいんですよね、これ効果破壊であれば。戦闘破壊でももちろんいいんですけども、なんで例えば、エオーのことでね、破壊してのリクルートしてくるとかもできるし、まあ、もちろん戦闘で破壊されてもできるし、よく読むと結構これパワーカードなんだよな。まあ、ちなみになんかあんまり使ってる人は見ないんですけども、割となんかいい効果はしてるんで、なんかこれでデッキ考えることは多分できる気がしますね。そして、シンクロモニュメント、フィールド魔法、このカードがフィールド上に存在する限り、シンクロ召喚は無効化されず、シンクロ召喚成功時にはお互いに魔法トラップカードを発動できない。そこなし回避できんじゃんこれ、強ー。まあシンクロ召喚するまでにそこなしされるけどね。何のためにあんのみたいなカードなんですけども、まあ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 神の宣告とかは一応なんだろう、なんか無効化できますけど、まあ、そんなことないですよね。神の忠告とかあったらいけるのか。地味にねシェリーさんの使用カード結構多いんですよね。聖騎士の槍持ち、これはねかなり強いですね。星に光属性、戦速、攻守800-400と、このカードをリリースしデッキから装備魔法カードを1枚手段加えるよと、普通に強いし、これね装備サーチが意外と乏しいんですよ、リンクスって結構。だからこれは、キーカードサーチしてこれるんで意外と強いっていうのと、 OCG 化したらなんかめっちゃ悪さしそう、このカード装備魔法サーチな、戦術力でしかも装備魔法サーチできるってかなり強いと思うんですよね。イゾルデとかから特殊召喚してなんかリリースして装備魔法持ってきたりとか、単純にその戦士、のなんか生還とか、まあ増援とかにも対応してるんで、まあ、結構こいつは多分ね悪さしそうな気がしますね。リンクスだとそんなに悪さしないけど、 OCG 行ったらマジでぶっ壊れるみたいな感じのカードなのかなと思ってます。でターン1つけるの忘れてるんですよ、またこのカードなので、まあ、ターン1はつけていただきたいというふうに思ってます。さあお次は聖騎士の盾持ち、効果モンスター星4、光属性、戦速800-1300と、このカードが召喚に成功すると自分の墓地の光属性、戦速モンスター1体をゲームから除外して、デッキからカードを1枚ドローする、まあ、悪くはないけど、まあ、そこまで強くはないですね。アドバンテージ稼げるんで、まあ、悪くはないけど、まあ、あえてこれ使うかと言われると微妙みたいな感じのカードですね。さあお次は花騎士団の春馬、効果モンスターレベル3、風属性、獣属、攻守400-800と、このカードが召喚に成功したときに、デッキから聖騎士の槍持ち1体または融合1枚を手札に加えると、これね結構強いんだよね。召喚に成功するだけで、融合持ってこれるんで、
でね、この、融合持ってくるのが何に使うかっていうと、ケンタウルミナっていうあのモンスターがいて、融合モンスターね。これも一応 OCG になってない、未 OCG カードなんですけども、ケンタウルミナ、のーカードを佐々木に説明しとくと、融合効果モンスターでレベル6、光属性、重戦一族、攻守2200、1600っていうモンスター。で、槍持ちと、このシュンバで融合するっていうモンスターになってますと、1ターンに一度自分のターンに相手がトラップカードを発動したら、その発動無効にして、そのカードをセットすることができると。いや、破壊しないんかーいっていう。かわいい子がしてんだ、こいつは。まあ、ケンタウルミナを出したいデッキであれば、まあ、シュンバとか槍持ちっていうのは、まあ、重宝するのかな。まあ、そんなデッキ、ちょっと聞いたことないですけどね。さあ、お次はオブライエの使用カード。ボルカニックウォール。これはね、結構強いんですよね。1ターンに1度自分のデッキの上からカードを3枚墓地に送ることができるよ。この効果で墓地を送った炎族モンスター1ターンにつき500ポイントのライフダメージを与えるよ。この効果発動するターン自分のモンスターは攻撃することができないよと。攻撃を放棄する代わりにデッキトップを3枚墓地に送れるっていうカードなんですよ。で、しかも炎属性別にいなくてもいいんで。なんで例えば、リンクスだと意外 と、サンドラとかライトロードとか、ウィッチクラフトとか、ああいうデッキって墓地肥やすじゃないですか。だから、ああいうのにはかなり、まあ、有能ですね。まあ、一応、攻撃ができなくなるっていう、まあ、デメリット効果あるんで、先行限定にはなっちゃいますけども、一応、魔法の使い手とか、スキルを使うと、一応、このカードを使って、デッキトップを、3枚、先行で、墓地に送るっていうことができるんで、かなり強いカードの一種なんじゃないかな、というふうに思います。さあ、こっからは、ミオ CG カード最強ランキングトップ3発表していきますよ。まずは第3位はこちら、アルカナフォース12ザ・ハングドマン。両方とも右手の男ですね。効果モンスター星6、光属性天使属、攻守が2200、2200と。このカードが召喚、反転召喚、特殊召喚に成功したとき、コイントスを1回行って以下の効果を得ますよ。表側だったら自分のエンドフェイズ時に自分のフィールド上の表側表示モンスター1体を破壊して自分はその攻撃力分のダメージを受けますよ。で、裏だった場合、これが強いんですよ。自分のエンドフェイズ時、相手フィールドの表側表示モンスター1体を破壊して、その攻撃力分のダメージを相手ライフに与えると。だから、相手のフィールド上に4000のモンスターが、用意されてると、それなんか破壊してワンキルとかもできるし、単純にこのなんか、モンスターを除去できるっていう方が強いじゃないですか、エンドフェイズに。ミオシジカードで除去振ってるカードあんまないんですよね。今、解説していた限りだったら。だから、まあ、除去があるっていう点でかなり強いっていうのと、僕これでデッキ作ったことあるんですよ。アルカナフォース12で。だから、デッキができるっていうことは、まあ、強いってことだと思うんですよね。勝てるってことだから。だから、まあ、これはまあ3位くらいに入れてもいいかなと思うんですけど、まあ、ボルカニックウォールとか、もう3位みたいなとこあるから、まあ、ちょっと難しいんですけども、まあ、一応ね、個人的にちょっと好きだったので、これ3位に入れました。さあ、続きまして2位のカードはこちら。プラズマ戦士エイトム。通称ガンダムね。こいつはガチで強い。星8、光属性、イカズ一族、攻撃力3000の守備力が2500と。特殊召喚モンスターで、通常も召喚ができないんですよね、このモンスターね。ただし、自分のフィールド上に存在するレベル7以上のモンスター1体をリリースすると特殊召喚できるよ。このカードは、相手プレイヤーに直接攻撃ができるし、その直接攻撃で相手ライフに与える戦闘ダメージが半分になるよと。これね、三沢くんが使っていたカードらしいんですけども、こいつめっちゃ強いんだよね。これ。レベル7以上のモンスター用意しなきゃいけないじゃんっていうふうに思うかもしれませんが、レベル7以上って結構用意するの簡単で、まあ、例えば妥協召喚できるモンスター、まあ、疾風の暗黒騎士ガイアとか、あと、それからレベル上昇っていうスキルがあるんですよ。リンクスには。手札のモンスターのレベルを、そのフィード上のモンスターに、そのなんか、上昇させるみたいなスキルがあって、出すのには全く困りません、このモンスター。で、消費2枚で出せるんですよ、だから、レベル上昇があれば。でね、ダイレクト1500飛ばせます。で、聖杯ぶっかけると、ダイレクトがなんと3400になるっていう、マジでぶっ壊れモンスターなんですよね。でね、これね、プレミアム加工環境っていう環境、皆さんご存知ですか？普通の、まあ、リンクスやってる人は多分関係ないと思うんですけども、プレミアム加工だけでやるなんか環境があって、言える、リンクスには。で、そこの環境で、レベル上昇エイトムっていうデッキがめちゃくちゃ強いんですよ。実は。まあ、今強いか知らないけど、昔はなんか強くて、火吹いたことがあったんですよね。だからこのモンスターはシンプルに出されても結構強いんで、しかも正眼と同じ打点と守備ですからね、素晴らしい。ということでこいつは2位です。はい、というわけで、ここまではもう完全振りでしたね。まあ、このカードを紹介したいがためにこの動画を作っていたと言っても過言ではありません。第1位、カイトロイド。当たり前すぎ、当たり前すぎるんですよこれは当たり前すぎ。効果説明していきましょう。星1、数属性、機械属、200、400。
相手モンスターが直接攻撃をした場合、その戦闘ダメージをダメージ計算時に、手札をペッて捨てると無効にできますよ、ゼロにできますよと。でまた、直接攻撃してきた場合はダメージ計算時に墓地のそのこのカードを除外するとダメージゼロにできますよ。つまりこの1枚で2回攻撃を防ぎます。強すぎる。何を思ってこのカードをね実装していいと思ったのか、ちょっと未だに謎がね深まるばかりなんですけれども、あのワンキル環境を阻止しようとしてこのカードを実装した結果、なんとワンキルを序章してしまうっていう、ワンキルデッキがなんならこのカードめっちゃ入れてたっていうね、そういうなんか地獄みたいな展開がありましたけれども、外役デッキの耐久力を上げるっていうこともありましたからね、このカードね。かなりうざい、このカードは。ザ・コナミクオリティまっしぐらのカードと言っていいでしょう。まあ、リンクスの闇と言っていいでしょう。彼は実装後、1ヶ月持たずにリミット入りしたっていう話はね、あまりにも有名です。あまりにも有名。まあ、カイトロイドが使えるのは、ちなみに皆さん、リンクス民だけなんですよ。そうです。さあ、皆さん、今すぐにデュエルリンクスを始めましょう。ちなみに今は、バーニングラッカーベイルっていうモンスターもいて、ベイルとカイトロイドでデッキ切れを狙うのがリンクスの史上最強戦術だよ。